こんにちは。はい、すみません。じゃあ、わかりました。緊張しますね、今。いかがですか、お味は。いや、美味しいです、本当に。いや、やっぱりもう今日で最後なんで、残念だなと思って来ました。結構、夜に来られる。はい、学生の時から大学生の時になって、もう十何年になります。結構なペースで来られてるんですか。そうですね、仕事がこっちの電気の近くなので、ずっと通い詰めてる感じです。ここの家って何ですか。そうですね、やっぱり天神の景色をしっかり見ながら、安くて美味しいものを食べれるというところ。そうですね、山崎弘太郎さんが出張の時からなので、本当に味は全然その時から変わってないなと思います。すみません、お食事、はい、食べられてます。すみません、ます。ジーグです、はい、39です、はい。そうですね、20年ぐらいなんですね。大学は福岡工業大学だったので、その時からこちらに出て、天神でその景色が見れて、安くされるようになって、まだその頃はお酒を出してた頃なんですよね、だから事故が起こってから、もう販売されなくて、やっぱりきちんと飲酒運転の問題なんかしないといけないなって、その時期思いました。よかったら名刺でも。はい、はい、すいません、食事中申し訳ないです。すいません。